トレンビーをご覧の皆さん、はじめまして、瀬戸沙織です。今回は、孤独を抱えた女性恵美子が、アキラやしんのすけという男性と出会うことによって、また新しいというか怖い自分が出てきてしまう、そんな映画です。見どころは、人間の闇だったり怒りやその狂気というものがいつどんな形で出てくるのかわからないっていう怖さだったりとか、改めてあの愛情の大切さを感じられるような、そんな映画になっております。そうですね、結構表情が全くその変わるので、怖い時の恵美子とまた大好きなアキラに会う時の恵美子の表情は全く違っているので、そういう表情も見てほしいです。今回は私自身すごく挑戦した役で、殺人鬼ということで今までにない役をやらせていただきました。私自身全身全霊で役にぶつかっているので、ぜひ見てください。愛の病、2018年1月6日、シネマート新宿ほかで公開になります。ぜひ見てください。